さ、これで入学式と寮分けは終わりかな。いいかい新入生たち、ハーツラビル寮では僕がルールだ。逆らう者は首をはねてやるから、そのつもりで。やっとかったる式が終わった。さっさと寮に戻るぞ。サバナクロー寮ついてこい。新入生の皆さん、この度は入学おめでとうございます。皆さんが充実した学園生活を送れるよう、オクタビネル寮寮長として精一杯サポートさせていただきますよ。それにしても学園長はどこに行っちゃったのかしら。式の途中で飛び出して行っちゃったけど。職務放棄。腹でも痛めたんじゃないか。違いますよ。あ、来た。まったくもう、新入生が一人足りないので探しに行っていたんです。さあ、寮分けがまだなのは君だけですよ。たぬき君は私が預かっておきますから、早く闇の鏡の前。何時の名を告げよ。何時の魂の形はわからぬ。何ですって。このものからは魔力の波長が一切感じられない。色も形も一切の無である。よってどの寮にもふさわしくない。魔法が使えない人間を黒き馬車が迎えに行くなんてありえない。生徒選定の手違いなどこの100年ただの一度もなかったはず。一体なぜ。だったらその席俺様に譲るんだぞ。あ、待ちなさい、このタヌキ。そこの人間と違って俺様は魔法が使えるんだぞ。だから代わりに俺様を学校に入れろ。魔法ならとびっきりのを今見せてやるんだぞ。みんな捨てて。おっ、なあ、ちょ尻に火が。このままでは学園が火の海です。誰かあのタヌキを捕まえてください。ちっ、かったりな。あら、狩りはお得意でしょ。まるまる太った絶好のおやつじゃない。なんで俺が。てめえがやれよ。クローリー先生、お任せください。いたいけな小動物をいたぶって捕獲するという皆さんが嫌がる役目、この僕が受け負います。さすがアズール氏、内心の点数稼ぎ来ましたわ。なあ、誰か俺のケツの火消してくれてもよくね。皆さん、私の話聞いてます。はあ、タヌキ捕まえるくらいあんたがやりゃいいだろう。先生、俺様はタヌキじゃねえって何度言わせるんだぞ。偉大なる魔法師になる男グリムとは俺様のことだぞ。威勢のいい小動物ですね。リドルさん、お願いできますか。違反者は見逃せないからね。さっさと済ませるとしよう。